中央大学対桜美林大学の一戦をお届けしていきます。ブルーのユニフォーム、こちら中央大学、そこに対するの過去5年間両チーム対戦はありません。コンタパスでいった、空いていた、もうあとわずかだ。コンタパスでいった、宮澤タッチだ。チームのエースレシーバー、この試合の立ち北原、北原タッチダウンです。北原健作、チームのエースランニングバック、中央大学一つタッチダウンを返しました。西澤再びパスでいった、奥へタッチダウン、鹿島勝輝、今日初めてのキャッチがタッチダウンですね。これでリーグ戦2つ目のタッチダウン。西澤から松岡へのパス、取りました、タッチダウン、球際競り勝ちました。松岡大成、1年生です。この1対1が強いんですよね。ワイドレシーバー左側に入ってた松岡君、北原飛び込んでいった、タッチダウン、まさにダイビングプレーですね。スペシャルプレーでいった、奥投げていく、パスは成功、ファーストダウン更新です。藤田からのパス、さあそしてカバーしてリターンしていく、走り込んでいって山岸、リターンタッチダウン、山岸明人1年生。西澤投げていった、奥空いていました、タッチだ。これちょっとギャンブルみたいですね。はい、右のバンチ体型ですね。ギャンブル狙います。3人捨てますね。コンタから奥インターセプト、船根押し込んでいく、タッチダウンです。最後は船根凛、リーグ戦ここまで2本のフィールドゴールを成功させています。成功しましたね、はい、キック成功です。3点を追加、インターセプト、リターンしていく、まだ走っていく、背番号1番奥田、コンタからのパス、インターセプト、リターンしていく、そのまま駆け抜けていってタッチダウン、背番号15番梶川、ボールを奪って A ブロック2勝目を飾っています。高田さん、この試合振り返っていかがでしたか。そうですね、鹿島市と中央大学の方はね、自分たちの